三菱、デリカ三菱、デリカ D3 加算、NV200 バネット三菱、デリカ D3 デリカ D3 は、三菱自動車工業が販売していた、デリカシリーズのミニバン。日産、NV200 バネットの OEM 車種で、生産は、日産自動車が行った。基本的な内容は、バネットにジュンズルが、エンブレム類のほかフロントバンパーとフロントグリルが専用デザインに、 改められた。グレード体系は2列シート5人乗り仕様の M と3列シート7人乗り仕様の G の2グレードを設定。装備内容はバネットと異なっており、バネットではメーカーオプションとなっている UV。ヒートプロテクト機能付けヘプライバシーガラスとスライドサイドウィンドウが標準装備されており、これに伴ってグリーンガラスをフロントドアのみに縮小。G はさらに オーディオレス仕様となる。デリカの常用モデルはこれまで3ナンバーミニバンのデリカ D5 とエントリーモデルのトールワゴンデリカ D2 がラインナップされておりデリカ D2 の発売を機に常用モデルはミニバンのシリーズ名として統一し三菱が定めたミニバンの大きさを示す5段階の数字で区別されるようになったデリカ D3 は 小型の5ナンバーミニバンとして位置づけられており、2010年12月に日産自動車と合意した協業の一環として、バネットをベースに OEM 供給を受ける車種である。なお、三菱が5ナンバークラスのミニバンを導入するのは2006年3月で生産を終了したディオン以来となる。カタログはデリカバンと共通だが、内容はバネットと異なり、d 三の方に、 重きが置かれていた。デリカは荷物を運ぶ車の略で、D はデリカの頭文字、3は三菱が規定したミニバンサイズで小型車を意味する。ありがとうございます。